坂木萌恵子は日園プロダクション所属のフリーアナウンサー。高知県出身。父は山口県出身。土佐高等学校の同期生に富士テレビの谷岡、新一がいる。早稲田大学小学部卒業後、らんぼテレビジョンへ入社する。2009年に FNS26 時間テレビの企画、ミワシャ12時間耐久レースで初めて全国放送に出演して、 サクラんぼテレビチームのリポーター兼レイサーを務める。晩秋より阿久津久子が退社して空席となっていた地上デジタル放送推進大使に月12月1日のデジタル放送の日イベントで初めて大使として出演する。2010年7月末に退職する。2010年9月出産で降板した青柳香代の公認として CS 放送。 日テレニュース24のキャスターを務める。2010年11月から2011年9月まで、日本テレビの宮崎信子が体調不良で休業した、オハ4ニュースライブの水曜から、金曜のメインキャスターを務める。2011年3月に日テレニュース24の地上波被災マルパートのキャスターから外れたが、オハ4の交番に伴い再び2011年10月から、 金曜と日曜の午後を担当する。2012年3月に日テレニュース24のキャスターを交番した中島静香の公認として4月からデイリープラネット先駆けニューススポーツを担当する。これにより半年ぶりに地上波にレギュラーで出演する。2013年4月から情報番組ウェイクアッププラスの情報キャスターとして出演する。 2015年10月15日、自身のブログに同年齢の一般男性と入籍を記す。2016年12月27日、日テレニュース24を去るネをブログに記す。2017年12月9日、自身のブログに第一子妊娠を発表。2018年2月24日、産休に入るため、ウェイクアップ。プラスの情報キャスターを卒業。 後任は、同年2月から出演している、山本隆也が就任する。5月15日に第一子となる長男を出産した。過去をは、4ニュースライブ歴代キャスター1各種交代。2スポーツコーナーも兼務。1各曜日の男性アナウンサーが、スポーツコーナーを兼務。ありがとうございます。